サラドロガメは、ドロガメかドロガメ属に分類されるカメ。模式標本の産地はアカプルコ。メキシコ固有種最大高長20.2センチメートル。メスよりもオスの方が大型になり、メスは最大でも高長18.8センチメートル。背甲は上から見ると細長い卵型。背甲の長部は平坦。甲漢板は小型で細い。第一。 C 甲板は、第1円甲板と第2円甲板の継ぎ目もしくは、第2円甲板に接する。第10円甲板が、最も高く、第8から10円甲板は末広がりになり、外側へ広がる。廃坑の色彩は、灰色や暗褐色で、甲板の継ぎ目に沿って、暗色の反紋が入る個体もいる。廃坑と復興の継ぎ目は長い。液化甲板は、 非常に小型で、ない個体もいる。素形乾板は大型。液化乾板と素形乾板は、通常接する。橋の色彩は、高褐色。復興は大型。胸乾板と復興板のシームの長さは、廃校の横幅の67%以上。左右の小乾板のシームの長さは、橋の縦幅の46%以下及び、復興の正中線に沿った。 直線距離の12%以下。左右の交換板の間に切れ込みが入る。蝶次貝は発達し復興を折り曲げると、廃坑と復興の間にほとんど隙間がなくなり完全に蓋をすることができる。種商名インテグラムは完全なのおい。復興の色彩は高褐色。粉炭の鱗はベル状かひし形。上顎の先端は針状に尖る。 頸部や尾の背面には棘状の突起がないかあってもあまり発達しない。喉には左右に2から5本ずつ、計4から10本のヒゲ状の突起があり、一番前方にある突起が太くてやや長い。頭部や頸部の色彩は背面が暗褐色で、覆面が灰色や高褐色。卵は長径 3cm、短径 1.6cm。 不可直後の容体は、校長約2.7センチメートル。容体は、C 甲板とあばら甲板に筋状の盛り上がりがあるが、成長に伴い消失する。オスは、橋の縦幅は、廃坑の正中線に沿った直線距離の21%以上。復興長は、廃坑長の82%以上。また、復興版と小看板のシームの長さは、 廃校の横幅の59.5%以上。メスは、橋の縦幅は、廃校長の23%以上。復校長は、廃校長の88%以上。また、復校板と股間板のシームの長さは、廃校の横幅の62%以上。標高3000メートル以下にある小型河川や地層などに、生息する。植生は、 動物食傾向の強い雑食で、昆虫、甲殻類、貝類などを食べる。繁殖形態は乱生。3から5月に交尾を行う。ペットとして飼育されることがあり、日本にも輸入されている。メキシコ国内に分布する、爬虫類の輸出は法律により、厳しく制限されているため、流通は極めて稀。ありがとうございます。